そういうことを繰り返してた時に、はい、あ、なんか俺いいやつかもしれないなってこう思い出すんだよね。でいいやつかなって思い出すってことは、はい、もうそれが習慣になってんだよね。だよ、はい、今日もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。だよ、前回ですね、大石洋子先生と撮った、最強の揚げまんずまの口癖っていう動画がですね、結構見られてて。いや、っていうか、大石洋子先生さ、YouTube チャンネルがさ、一瞬で1万人超えてるじゃん。一瞬で、2週間で1万人超えました。すごいね。いや、さすが洋子師匠。洋子師匠やばいんですよね。さすがだね。さすがでしたね。やっぱ洋子師匠の場合はね、やっぱ後ろについてる神様がすごいからね。そうなんですね、やっぱり僕ね思うんだけど、人生がうまくいく人とうまくいかない人の違いは何かというと、目に見えない存在からの支援応援があるかないかだと思ってんだよね。いや確かに大石先生は愛され方がやばいですね。いやそれはなぜかというと、あの方は人のためにいつも本当に、あ、言っちゃいけない話あるな。言っちゃいけない話ここまでも言っちゃいけないんじゃないですか。なんかここまでの今の部分だけでも言っちゃいけない今の言う流れになっちゃうじゃないですか。今の言っちゃったら、そうなんですね。あ、そうなんですね。言っちゃいけない話、思い出したことを言わないでほしかった。あ、そうなんですね。言っちゃいけない話、思い出したことを言わないでほしかったですね。そうだよね。それ言っちゃいけないよね。気になっちゃうじゃないですか。気になっちゃう、気になっちゃう。でも大石先生は本当優しいですね。僕のねオンラインサロンに陽子先生の講演会もあれば対談も多分もう20時間ぐらいあるんじゃないの。無限にありますね。無限にあるじゃない。その中でね、なんだっけ、あのジブリじゃなくてあの映画なんだっけ、あの映画なんだっけ。これなんで手触ってるんですか。いやわかんないけど、なんだっけ、あの映画、神様の子じゃなくてなんだっけ。あ、天気の子じゃなくて一番新しいやつ。スズメの戸締まり。あ、すずめの戸締まりね。あのすずめの戸締まりをリアルでやってる方だからね、あの方はね。そうっすね。神様からのお使いを受けて、実際にやっていられる方で、あの方本当にすごいからさ、この話はさ、陽子師匠から聞いたわけじゃなくて、別の方から聞いた話なんだけど、この話は絶対しないでねって言われたんだよ。ちょっと待って、さっきから多いよ。さっきから多いですよ。何なんですかこれ。今回は言えるんですかこれ。多いっすね。いやそれを僕に教えてくれた人が「坂本さん口硬いですか?」って言われたから「いや僕はダイヤより口硬いですよ」って。あ、本当ですか。ダイヤより硬い。僕はもうダイヤモンドマウスですから。ダイヤモンドマウス。あ、そうなんですね。それ言ったんですか。言って、そしたら「じゃあいいよ」って言った。じゃあダイヤモンドマウスっていう人を信頼するんですか。すごいですね。僕そのダイヤより口硬いですからダイヤモンドマウスですって言われたら言えないっすね。その人にはその人には言えないっすよ。その人それを信じたんですか。いやでもその人じゃあって教えてくれた。じゃあって言った。じゃあって言ったんですよ。その人大丈夫かな、見る目。これで教えてくれたのは陽子師匠にね。これ今から話そうとしてるんですよ。陽子師匠に教えてもらったとっておきの神社があって、でそこに僕はお参り行ったわけですよ。お参りに行った時に一緒に行った人が霊能者と一緒に行ったわけですよ。あ、本当ですか。で霊能者と行った時に僕はそこに初めて行ったの。そこにした時にその神様が「あなたのことを知ってるよ」って言われたの。そうなんですね。そう、初めて行ったのにもかかわらず「あなたのことを知ってるよ」って言われて、で「なんでですか?」って言ったら、あの大石洋子さんが来て、あの方は自分の周りにいる人たち、例えばなんか困ってる人とかいるじゃない。そういう人がいた時に必ず神社に行って、まあその人が良くなるようにってことをいつもお祈りしてるっていうんだよ。めっちゃやばいじゃないですか。それをその神様が、あ、その僕はね会話ができないから、その霊能者の人が神様とやり取りして、神様はこんなこと言ってるよと、であなたのことも祈ってこの間帰ってったよってことを神様が言ってるよって、でもこの話は絶対誰にもしないでねって言われて。あ、そうなんですね。今17万人の皆様にお届けしようとしているところです。17万人の皆様に。これは陽子師匠見ないから。あ、本当ですか。この動画は見ないし、この話は誰も陽子師匠に言わないから。あ、そうなんですね。陽子師匠の耳には入らないし、それを僕に教えてくれた霊能者の人も見てないから、これをね。そうなんですね。すごいですね。17万人って相当な人数ですけども、はい、まあどうにかして届かないことを願いますね。これはもう本当僕の僕の持論だけども、やっぱり人生がうまくいく人というのはやっぱりそういった目に見えない方たちの支援応援がなければ絶対にうまくいかないと思ってるから、だからそういう人たちを味方につけていくためにはやっぱり徳積みの実践を普段から行っていない限り無理なんだよね。そうですね。そうよくいろんな人たちにこう質問されてさ、例えばこう手っ取り早く運気を上げる方法は何ですかとかさ、なんかそういう類のそういった類のあるじゃない。あります。そういった時に僕は必ず聞くのは、何かあなたがこうなんか行っているなんか徳積みの実践とか、なんかそういったこと習慣になってることありますかっていうと、残念ながらほぼほぼの人が答えることができないわけだよ。あ、なるほど。あと苦し紛れにトイレ掃除ですかねとか言うわけですよ。だからなんかこう徳積みの実践っていうものを何かこう自分の中でやっぱないと難しいと思うんだよね。そうですね。そうやっぱり神様の評価ポイントっていうのはさ、やっぱ人が見てないところなんだよね。だって人が見てないところとさ、その人の本性って現れるじゃない。そうだと思います。そうだから公演の前とかさ、楽屋とかでね、僕のね、その一緒に仕事してる人の本性をちらっと見ちゃったり垣間見る時あるんだよ。あ、そうなんですね。大悟が一緒に仕事されてる人の本性、悪い本性を見ちゃうことがあるんですね。見ちゃう時あるんだよね。どんな感じなんですか、その人。いや、やっぱりこうなんていうのかな、こう椅子と机があったらさ、机の上に足ぶん投げてさ、ぶん投げてパーッとさ、パーッとこれたまにこうシューシューってこれ大山ですね。これ大山ですね。これはちょっとダメだなと思うんだよな。そうですね、そうですね。そうなんですね。その人どういう人なんですか。どういう人って言われると、あれ一緒に YouTube やってる人。僕だな、これ。僕だ、これ。僕じゃないですか、それ。僕はこれしてるんですか。これやばいじゃないですか、これ。これやばいですよ。いや、ちょっとかゆいんだろうな。いやいや、かゆい。あ、そうなんですね。これよくやってるから、かゆいですね。これよくやってるからかゆい。まあだから本当にそういうね、徳積みの実践というか、その誰も見てないところでいいことを続けていくじゃない。続けていくとどうなるかというと、自分のことが好きになるんだよね。だってなんかトイレ掃除なんかさ、僕本当にね、その35歳で師匠に出会って、人生変えるためにはもう本当にやるしかないんだなと思ってさ、例えばどっかご飯食べ行ったりとかいろんなとこ行くじゃない。その時用がなくてもトイレに行って掃除したんだよね。例えばファミレス行きましたとか居酒屋行きましたとかさ、だって2つぐらいあるじゃない。あります、あります。そうするとやっぱりこもって掃除したもんね。あ、そうなんですね。だからそういうことを続けていくと、なんかいいやつだよなって思うんだよね。自分のことがいいやつ。これがもう本当に自信です。自己肯定感上がってる。そう、自己肯定感上がっていく。なんか俺いいやつだよなとか、だって誰も褒めてくんないしさ、誰も見てない中でさ、そういうことをし続けていくと、なんか自分のこと好きになってくるんだよね。なんか大王が自分の土台ができたのがトイレ掃除。いや、そうだね。だって誰も褒めてくれないし、誰も見てないし、それをまた誰かにアピールするわけでもないし、だからそうやってなんかだんだんこう徳積みの実践をしていくと、実は自分はいい人なんじゃないかってこう思えてくんだよね。いや、これやばいっすね、だよ。あとはゴミ拾いもしてたしね。師匠に1日1個でいいって言われたからさ。あ、そうなんですね。1日1個でいいからゴミ拾いなって拾ってたよね、当時ね。ああ、毎日1個拾ってたんです。いや、でも1個って言われてもね、やっぱりなんか拾うよね。ですよね。いや、そうですね。そうやってだよはその積み重ねによって自分自身のことが好きになってったり、いい人だなっていう自信が生まれて。いや、僕ね、本当35歳まで自分のこと大嫌いだったからね。大王そうだったんですね。大嫌いだね。本当に嫌いだった。なんでですか。なんで大王自分のこと嫌いだったんですか。ああ、やっぱりこんなにイケてるじゃないですか、大王。ダンディズムにじみ出る。いや、本当に嫌いでさ、嫌いっていうか嫌だったよね、自分のことがね。そうなんですね。なんでこういう人なんだろうっていうね。あ、俺はなんでこんなやつなんだって。あ、そうそうそう。だってそう思ったことあるでしょ。なんで俺こんなやつなんだろうとかさ。あります、あります。あるでしょ。過去は思いますね。そうだからすごくそういうのがあったけども、やっぱりそうやって師匠に教えてもらったことを目が開いてる間中はずっと実践していた時に、やっぱある時ふと気が付くと、あ、なんか俺いいやつだよな。だってすごくいいやつじゃない。すごくいいやつ。ゴミ拾ってさ、トイレ掃除してさ、人のことを褒めてさ、嫌なことを言わなくてさ、いつも笑顔を心がけてさ、車を運転して赤信号になりだしたら急に爆笑しだすとかさ、なんかいい人じゃない。なんかすごいです、すごいです、すごいじゃない。すごいです。だから普通にすごいです。尊敬します。だからそういうことを繰り返してた時に、なんかふと、あ、なんか俺いいやつかもしれないなってこう思い出すんだよね。で、いいやつかなって思い出すってことはもうそれが習慣になってんだよね。習慣になってないといいやつかなって思い出すまでいかない。絶対いかない。だいぶやり始めてどのぐらいだったんだとか期間はなんか覚えてたりしますよ。いや結構かかったよね。何年かかかった。いや半年以上は絶対かかってる。半年はかかってる。うん、あそうなんですね。うん、じゃあ今自分のことがなんか認められなかったりだとか、うん、自分のなんか嫌なとこばっかり目につくなっていう人は、うん、ちょっととりあえず半年ぐらいは。僕毎回言ってるけどやっぱりいい人戦略だね。はい、そうなんですね。うん、いい人だなって思う行動をしていく自ら。うん、そうそう。もうそれしかないよね。はい、そんなことしていくとね、絶対的に波動が上がっていくから、うん、もう波動が上がっていくと降りかかってくる現象は絶対変わってくるんだね。だけどこの01が長いからみんな諦めちゃうんだよね。そうですね、そうですね。01長いんだ。長いですね。長い。01が一番苦しいかもしれない。長い夜より長いんだよ。長い夜は何でしょうか。長い夜は何でしょうか。ロングナイトだよ。ロングナイト。冬でしょうか。冬でしょうか。日が落ちるのが早くて。ね、冬が始まるよ。冬が始まるんですか。あ、そうなんですね。急に何なんですか。5月です。あ、そうだね。5月だね。はい、ということでですね、ぜひいい人戦略をですね、繰り広げていいことを引き寄せてほしいと思います。ありがとうございます。大王じゃんけんじゃんけんぴょん。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。そして LINE 公式アカウントも新しくなりましたので、新しくなりましたのでよろしくお願いします。登録お願いします。チャンネル登録はここ楽しい。